も皆さんこんにちは、ジャックバスです。本日はですね、 D 払い 50% 還元キャンペーンとですね、プラスアルファとしてスキアビザタッチ 50% 還元キャンペーンっていうのがですね始まりますんで、解説ねやっていきたいというふうに思います。2020年10月に関してはですね、キャンペーン本当にめちゃくちゃたくさんあるんですよね。これ以外にも PayPay であったり楽天 Pay、メルペイとかもですねキャンペーンあるわけなんですけども、ちょっとですねかなり、ね、数が多いということで、お得度がね高いものだけね今回ね解説やっていきたいというふうに思います。でですね、解説してないものについてもですね、概要欄に公式サイトね貼っておきますんで、興味がある方はですねぜひね見ていただけたらなっていうふうに思います。まずですね、 D 払いお買い物ラリー 50% 還元キャンペーンということで、 NTT ドコモですね、ドコモ口座の関係でキャンペーンねやらないかなとかね思っていたんですけども、やりますっていうことで、しかもね 50% 還元ということで、かなりねお得というふうになっていますので、皆さんねぜひね参加されてみてはいかがでしょうか。まずねキャンペーンの概要なんですけども、期間はですね10月1日から10月の31日まで、エントリーが必須というふうになっておりますんで、概要欄にね公式サイト載せておきますんで、こちらね確実にエントリーしてからですね利用するようにしてください。利用方法についてなんですけども、 D ポイントカード提示で D 払いっていう風になります。こちらですねちょっと後でね解説させていただきます。でですね、還元についてなんですけども、今回ですね買い回りという風になりますんで、1加盟店利用で 10%、 2加盟店利用で 30%、 3加盟店利用で 50% っていう風になっております。こちらですね支払い対象金額なんですけども、還元上限がですね2000ポイントまでという風になりますんで、対象支払い金額がですね1加盟店の場合2万円、2加盟店の場合は6667円、3店舗の場合は4000円っていう風になっております。ですので3店舗ね買い回れば4000円利用して2000ポイントね返ってくるっていった形になりますんで、かなりねお得に利用できるのではないのかなっていうふうに思います。でですね、こちらもらえるポイントについてなんですけども、期間用途限定ポイントで付与されるというふうになっておりまして、ポイント付与時期についてはですね2020年の11月末順次付与というふうになっておりまして、有効期限についてはですね発行から3ヶ月以内っていうふうになっております。まずね利用方法に関してなんですけども、実店舗で利用する場合は D ポイントカードを提示していただいて D 払いでね支払う必要があるっていった形になります。で D ポイントカードについてはですね、物理カードとアプリケーションっていう風にあると思うんですけども、こちらねどちらでも OK っていう風になるわけなんですけども、 D ポイントをですね提示するっていう点はですね確実に押さえておくようにしてください。またですね、ネット決済についてはですね、メルカリが加盟店というふうになっておりますんで、こちらについてはですね、D アカウントとメルカリをですね、連帯させる必要がありますんで、そちらね、連帯していただいて、D バリアでね、支払いすることでカウントされるっていった形になっております。またですね、D 払いのキャンペーンはですね、いつもそうなんですけども、D 払いのね、支払い方法はね、決められておりまして、電話料金合算払い、もしくは D カード、もしくは残高払いっていう風に、ね、なります。この3つがですね対象という風になるわけなんですけども、 NTT ドコモの、ね、ユーザーでない方で D カードを保有していない方、まあ私もそうなんですけども、そういう方はですね残高払いっていう風に、ね、なりますんで、この手はね覚えておくようにしてください。でですね、この残高払いの場合はですね、まあ、チャージする必要があるっていう風になりますんで、こちらねチャージする方法としては銀行口座、もしくはコンビニ、もしくはセブンイレブン ATM っていう風になるわけなんですけども、セブンイレブンのね ATM でチャージする分にはですね手数料等々もねかからないっていう風になりますし、とてもね簡単っていう風になりますんで、こちらがねおすすめっていう風になっております。でですね、チャージ方法についてねちょっとわからないっていう方はですね、こちら前回の動画にはなるわけなんですけども、やり方ですね解説させていただいておりますんで、そちらの動画ね概要欄に貼っておきますんで、そちらですね時間クリックするとその部分だけね見れるようにしておりますんで、そちらね参考にしていただけたらなっていうふうに思います。次にですね、対象外の支払い方法ということで、今回のキャンペーンはですね D カード以外のクレジットカードを登録した場合、もしくは D プリペイド、もしくは D 払いの ID 払いってありますよね。また D ポイントでの支払いっていうのはですね、
対象外っていう風になりますんで注意してください。特にですね、普段 D 払いを利用されている方で ID 決済ねされている方はこちらの支払い方法でしてしまうとですね、今回のこのキャンペーンね対象外っていう風になっておりますんで、こちらね注意していただけたらなという風に思います。次にですね、今回のキャンペーンはですね、買い回りということで1加盟店ごとにですね買い回る必要があります。ですので1加盟店っていう風になっておりまして、一つのね店舗ではなくて一つの加盟店でね買い回る必要があります。ですので例としてはですね、 A スーパー渋谷店と A スーパー横浜店でですね利用した場合、1加盟店っていうねカウントという風になりますんで、こちらね注意していただくっていう必要があります。ですので利用する際はですね、A スーパー渋谷店と B スーパー渋谷店っていった感じでですね、加盟店を分けてね利用していただくと今回のねキャンペーン対象っていう風になりますんで、こちらね覚えておくようにしてください。次にですね、利用できる加盟店についてなんですけども、対象店はねかなり数があるっていう風になりますので、代表的なところだけね紹介していきたいなという風に思いますんで、詳しくはですね概要欄に公式サイトね載せておきますんで、そちらね見ていただけたらなっていう風に思います。コンビニについてはですね、ローソン、ファミリーマートが対象っていう風になっておりまして、ドラッグストアについてはサツドラ、マツキヨなどがですね対象っていう風になっております。でグルメということで、かっぱ寿司、ガスト、スキヤはですねキャンペーン対象という風になっておりまして、またですねショッピングということで、上新電機であったりとかですね、野島エディオンっていったね家電量販店も今回ねキャンペーン対象という風になりますんで、かなりねお得に利用できるのかなという風に思います。またですね、今回のキャンペーンですね、特にね注意していただきたいのは、 D ポイント付与対象なものが今回のキャンペーンでね対象という風になりますんで、 D ポイントに関してはですね、基本税抜きで200円以上のお買い物ですねしないとポイント付与されないっていう風になりますんで、この点はですね特に注意していただけたらなっていう風に思います。ということでですね、 D ポイントが付与対象が今回のね買い回りでキャンペーン対象になるというふうになりますんで、タバコとかですねチケット類などの購入はポイント付与ね対象外というふうになりますんで、今回のねキャンペーン対象にならないっていうので、こちらね覚えておくようにしてください。またメルカリについてもですね、チケットや金券といったものはですねポイント付与対象外っていう風になりますんで、こちらもですねカウントされませんので注意していただけたらなという風に思います。それでは次にですね、スキヤビザタッチ 50% 還元キャンペーンというのがですね始まりますので、こちらね解説していきたいという風に思います。こちらはですね、スキヤでビザタッチ決済で500円以上利用すると漏れなく 50% 還元っていうのがね受けられるっていった形になります。まずねキャンペーンの概要なんですけども、期間が10月の1日から10月の31日まで、利用方法はビザカードタッチ決済で500円以上の利用っていう風になります。でですね、還元上限が期間中1人2000円までっていう風になっております。非常にねシンプルでね利用しやすいかなっていったところなんですけども、こちらのキャンペーンですね、公式サイトにですね対象外のカードが一部ありっていうね謎の記載があるんですよね。しかもですね、その対象外のカードはですね公式サイトに載っていないんですよね。ですので基本的にですね、ビザのクレジットカードですね、タッチ決済が利用できるものであればですね対象だと思うんですけども、特にね微妙だなというふうに思っているのはですね、今回このキャンペーンではプリペイドとかですねデビットカードとかもキャンペーン対象っていうふうに、ね、なっているわけなんですけども、キャッシュってありますよね、ああいうものについてはですねもしかしたら対象外になるかもしれないというふうになりますんで、こちらについてはですね動画のコミュニティ欄っていうのがあるんですけども、そちらでですね分かりましたら発信させていただきますんで、今後ねこちらのキャンペーンね利用されたいっていう方はですね、ぜひねそちら参考にしてみていただきたいなっていうふうに思います。ですのでプリペイドカードとかデビットカードでですねビザタッチの決済がですねついているからといってですね利用するっていうのはですね、まだ詳細が分かってない状態ではですね利用しない方がいいのかなっていうふうに思います。これね対象外になってしまったらですね、本当に普通にですね牛丼を食べに行っただけっていうふうになってしまいますんで、こちらね注意していただけたらなっていうふうに
思います。で最後になんですけども、このビザタッチ決済って何ですかってね思ってる方ね中にはいらっしゃるかと思うんですけども、こちらですね、こちらビザ、ラインペイ、クレジットカードなんですけども、こちらですねぐーっと近づいてっていくとどこにあるかな、ここですね、ここ見えますかね、こちらにですね、まあ、私は Wi-Fi マークと言わせていただいてるんですけども、 Wi-Fi マークがついているクレジットカードであれば、まあ、今回ねキャンペーン対象っていう風になりますんで、ご自身ね持たれているクレジットカードですね、ビザカードであってさらにねこの Wi-Fi マークがついているかどうかですね、ぜひね確認していただけたらなっていう風に思います。またですねちょっと注意していただきたい点なんですけども、おそらくですけどもこのビザタッチ決済についてはですねまだね浸透してない部分がねかなりあるんですよね、まあ、今回このキャンペーンでかなり知っているようになっていると思うんですけども、このタッチ決済のキャンペーンっていうのは今までもですね三井住友ビザカード等々で結構やられているわけなんですけども、コンビニのね店員さんとかですねこのビザタッチ決済自体をですね知らなかったりしますんで、クレジットカードを出してですねタッチ決済でって言ったところでですね通じないっていうこともですね結構考えられますので、この点はですね注意していただけたらなっていうふうに思います。私はですねこのコンビニ等々でこのビザタッチ決済キャンペーンね今まで行われてたので、まあ、どのように利用してたかっていうと、あまりにもですね店員さん知らないことが多いのでクレジットカードのタッチ決済でっていうと通じないんですよね。ですので私の場合はですねクレジットカード払いでって言って、そうするとですね支払いするところ光りますよね。そうするともう店員さんに何も言わずにですねそこにタッチするっていうのがですねもう結構私の中でその方が何ていうかスムーズにね利用できるっていった感じになりますんで、この点もですね一応覚えておくようにしてください。まあおそらくですけどもこんだけですね還元率が高いねキャンペーンを行うということで、まあ、店員さんの方もですねある程度知ってるのかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあこればっかりはですねちょっと言ってみないとわからないっていう部分でもありますので、クレジットカード決済ねされないようにね注意していただけたらなっていうふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。